本堂側薬師峠でテント泊した朝から始まります。登山口の降り立てバス停から薬師峠にテントを張り薬師岳まで往復する前回の動画も合わせてお楽しみください。はい、ではゴミ残しございませんということで、おはようございます。カリバー登山家です。本日はいい天気になりました。昨日の夜雨降ったみたいですね。フライの外側が濡れてました。いや、昨日見えてなかった山も、あれは多分黒部五郎で、それがなんだっけ、ちょっと名前出てこないけどだと思います。月もすげえ綺麗だったんですよね。昨日全然ライトいらなくても山道歩けるぐらい明るく。ではまずこちらの登り開始からスタートしたいと思います。出発します。朝から気持ちいいルート。今朝気温は15度、テント内は20度でしたね。いやー、やっぱステラリッジ1からステラリッジ2に変えると中がめちゃめちゃ広い。着替えとか体拭くのって結構狭かったんだけど、すげえ広々として使えるからやっぱ居住性は全然いいっすね。はい、やっぱりあの尖ってんの槍ヶ岳だわ。すげえこんなとこから見えるんだ。で、あれが三俣蓮華、今日歩いていく最後の山ですね。あの向こう側で今日転泊する予定で、あっちがスゴロクで、それが黒部五郎ですね。はい、登っていきましょう。月がいいね。いやー、雲海出てますね。そして太郎平小屋は結構近いな、やっぱり。おぉ、すげえ、本当はこっから見えたんだ。あれが薬師岳ですね。いや、すげえ景色。で、あれが水晶だ。あれが三俣蓮華、黒部五郎、北森だっけですね。はい、太郎平小屋に戻ってまいりました。ちょっと予定より20分押し、景色が良すぎて写真撮ったりしてからこんなことになっちゃうのかな。また足が止まってしまいましたが、さっさと、あ、ここ水場なの、足洗い場か。はい、じゃあまずは北の又岳に。あ、ここが太郎平の公衆トイレですね。綺麗っぽい。行きましょう。ここで分岐なんですね。はい、薬師沢の方に降りていけば河原の露天風呂に入れるので人気のコースです。私も一度行ってみたいとは思いますが、まずはこちら黒部五郎に登りに行きましょう。ここで朝日、いや、すげえ、素晴らしいわ、マジで。思い描いた通りですね。太郎山の山頂があるの。ちょっと寄る。あ、あそこにあるんだ、山頂が。近いから寄ってこう。はい、ちょっと朝露がパンツを濡らしてしまいますが。おう、太郎山、2373メーター、都庁、うい、三角点、三島かな。いやー、あの山どこなんだろう。あれが加賀の白山か。うほほ、素晴らしい。雲海に太郎山の影も
太郎山かの影も映ってる。はい、じゃあ時間を押してるので名残惜しいですが戻りましょう。登山道に。むやついてきちゃうよね、なんか。おかしくなってきちゃうわ。すげえこれ。超気持ちいいわ。なんだよこの道、天国かよ。気温が20度まで上がってきました。やっぱ日差しがあると結構ですね。北の又までの上りは、まあ、木道終わるとこんな感じ。そんなに急ではない。狭いところだとパンツずぶ濡れ。あ、うわすごいね。なんか半分ぐらいから急登になってきたな。山頂が近いのかな。遠っ。あれが北の又岳か。なだらかだけど距離と、いや、ここも気持ちいいね。そこ、うわーっと、稜線歩き。いやー、もう朝露に濡れた、チングルマが、キラキラしてて、すごい綺麗だね。2661メートル、こちらですね。いいね。今日はすげえいい景色だ。あれが白山でしょ。で、あれが御嶽山。で、乗鞍。はい、そこなんだけど、そこ。笠ヶ岳だ。で、黒部五郎、槍。わしば、水晶、あれが、薬師。ああ、素晴らしい。ここずっと歩いてくんだな。はい、じゃあここで、おととい買ってきた、炙りますじし、行動食でいただきます。一応、常温保管、日光の当たらない場所で2日間持ちますんで、素晴らしいですね。はい、いただきまーす。うん、うまっ。はい、山頭か。山角って、いや、あ、こっからでも太郎平小屋が見えるんだな。いや、剣ヶ岳見落としちゃっちゃダメだよね。最高。いや、すげえ稜線。御嶽のいくら、傘、黒部五郎って、この角度から見るのってすげえな。うわ。すげえ。なんだよ、この稜線最高か。松明のいい感じの道になったけど、日陰がないとやっぱ暑いな。日差しが、
気温は涼しいんだけどな。なんだここ。めちゃめちゃ岩なんですけど。こっちでいいのかな。ルートがあんまよくわかんねえ。ここが赤城岳なんだ。あそこも、登ろうと思えば登れそうだけど、いいや。いやー、赤城岳は岩岩だね。でもまだ再び稜線。黒部五郎までまだ2時間。いやー、鳥が気持ちよさそう。はい。富山名物、赤巻の亜種ですね。青巻セットで買いましたんで。まあ、悪くなっちゃいけないので、早めにいただきましょう。ふい、いただきまーす。うん。味はまあ変わんないか。あれ、剣じゃねえや、鹿島槍だ。うわ、あんなとこから見るんだ。で、あれが赤牛ね。だから明日あそこ、ぐわーって歩くの、つもりなんだけど。そんな体力俺にあんのかなって感じで。いや、なかなか歩きづらい、ここ。はい。あの隣のやつ多分五竜だろう。次。谷合から鹿島槍と五竜。すごいな、やっぱここ。いやー、いいビュースポット。にしても黒部五郎なかなか。近づかねえ。すげえ。この暗部で2400か。いや、ここが、中野又の越し。一番最低暗部ってことね。いや、最高なんだけど。やっぱきっちりわ。はい。これから登り返しなので、越中富山の梅薬草を食べて、頑張ります。ちょっと皮剥がれちゃった。梅薬草こんな感じに。とりあえずあの辺と同じぐらいまでは登り返したな。先投げ。今日標高差そんなにないんだよね。黒部五郎。近づいてんのかこれ。くそ。あ、そんなでもねえか、でも。せっかく登った分をまた、若干下っております。ただの看板か、はあ、やっと最後の登りに取り付いた。地獄だね。でも登れば頂上だ。頑張ろう。やっと、あそこなんだっけ、雲が少し上がってきた。下界は曇り空みたいだけどね。はい。やっと北の俣岳と同じ標高まで来ました。厳しくなってきた。黒部五郎。ガス上がってきちゃった。やっぱ10時だよね。10時になると。雲が太陽で熱せられて上がってきちゃうから。はい。黒部五郎の方、到着。
最後なかなかえぐい角度だな。はい、加賀りんごまんじゅう、ぶち込んで、クリアしていきたいと思います。じゃあ行ってみましょう。いや、あれか。五郎の小屋。見える見える。あそこに降りんだね。はい、じゃあいただきまーす。うん。リンゴペーストだ。まあ、ザックデポってるからいいけど、なかなかの顔料体。高え。3000は超えてないんだけどね。はい、そしてなんちゃってピークの向こうに本当の山頂見えました。頂上直前、また岩だよ。いっぱい待ってる。はい、なかなか薬師混雑、そして雲が上がってきました。あっちの方見えなくなっちゃった。大丈夫かな。はーい、では十分な景色です。降りてきましょう。山頂人いっぱい。え、でこれ三角点なのかな。全然違うところにあるんだけど。じゃあスケジュールからすでに1時間押しでございますが、黒部五郎だけ小屋に降りていきたいと思います。いや、どこ降りてくんだ。結構な、見えてたけど1時間40分かかんだよね。マジかって感じ。小屋まで2時間を1時間で訂正してやる。あそこ黒部五郎岳。あっちか。あっちが黒部五郎岳。いやー、きっついここ下り。ここで雪解け水汲んできまーす。一応フィルター使いますけどね。あそこの雪解け水が流れているので、フィルターかけて給水してきました。では柿の種入れて小屋まで頑張りましょう。これ上から小屋見えたけどな、どこなんだろう。でっけえ割れ岩。なんかこの辺バカでっけえ岩がゴロゴロしてんな。岩ゴロゴロで歩きづらい。あ、結構立派な沢。いや、結構分かりづらい。やっと見えた小屋。あれだ、黒部五郎。黒部五郎小屋。食事やってんのかな。小屋飯じゃ親子丼にしました。いただきます。ガッハ。黒部五郎や、あそこが天パですね。まだ1時、もう少し歩きましょう。ということで、はい、あそこ外トイレ
ありますんで、三ツ又蓮華、本日最後の山に登って天白地へ向かいましょう。のっけからハードだけど、今親子丼食ったからすげえ元気。ちょっと最初の森湿気が強くて虫も多いのであんまりだったけど、開けたら空気も結構澄んでる感じがする。また枯沢登りだ。なんだこの三ツ又蓮華の登山道、めっちゃきついわ。今2500メートルちょい、森林限界なのかな。あれが赤牛、そっちが薬師か。すげえ、あの小屋何の小屋なんだろう。それもまだ三ツ又蓮華じゃないんだよね。いやー今日は雲がいっぱい。でも雲が来ると涼しいんだよね。何度も同じ景色は見てるはずなんだけど、すげえ大パノラマ。あそこにあれが三ツ又山荘への巻き道のはずだから、あそこが分岐なんだな。本日最後の補導食になると思います。カンコンタンいただいていきます。この間のピスタチオとは味が違うやつに、あの、ええやつね。うまっ。ん？レモンかな？レモンだな。はい。というわけで、本日最後、三ツ又蓮華、登攀中で、一応なんか巻き道へ、今日黒部五郎に、泊まりに行く人たちはみんな巻き道使ってるけど、結構アップダウンが激しくて大変だってらしいっすね。まあ登る方が大変だと思うんですけど、あそこまで登れば今日はあと下って天白。こっからすごろくに分岐してんだ。すごろくも行きたいんだよね。傘とセットで。まあ今日は三ツ又蓮華なのでこちら登ってきます。はい。三ツ又蓮華だけ。誰の帽子だ？あの人のじゃないのか。はい。三ツ又蓮華だけ、2841メートル。ボトです。三角形。いっぱいある。立て直してんだな。みんなが触るから。タッチ。いやー。じゃあ、あとは降りるだけ。三ツ又蓮華岳の山頂からは一緒に登っていた方とお話ししながら下ったので、あまり動画が撮れず。三ツ又山荘でも隣のテントの方とお話ししてたので、これまたあまり動画が撮れず。ハードなコースだったので、食事後はすぐ眠ってしまい、エンディングも撮れず。ということで、今回はナレーションでエンディングです。最高の景色の中を、北の又岳、黒部五郎岳、三ツ又蓮華岳と歩きました。道中はお花畑も多く、最高の稜線歩きでした。ただ樹林がないため、日焼けには要注意です。結構焼けてしまいました。
テント泊装備のせいか、距離と累積標高差の割に水俣山荘ではバテバテでした。同じコースを歩くテント泊の方は、ほとんど太郎平小屋から黒部五郎小屋を一日の行程にしていたので、テント泊の方はそちらのコース設定をお勧めします。天場からは目の前に鷲羽岳が見えて最高。明日はいよいよ水晶岳、赤牛岳と長い稜線を歩いていくので、本日はビールも 500ml 缶にして明日に備えます。それでは本日もお疲れ山でした。